ジョナサン・ディアスは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミデイド郡マイアミビーチ出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2007年7月6日2006年の MLB ドラフト12巡目で、トロントブルージェイズから指名され、6月13日に契約。契約後、参加の A-9 オーバーダブルデイズで、プロデビュー。73試合に出場して打率。 1> 200点1本類打、26打点、5盗塁の成績を残した。2007年は、A 級、ランシングラグナッツでプレーし、120試合に出場して、1本類打、51打点、8盗塁、打率、246の成績を残した。2008年は、A 級ダニーデンブルージェイズと AA 級、ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレー。 A 級ダニーデンでは44試合に出場して、打率171.1本塁打、12打点、1盗塁の成績を残した。2009年は、A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級、ラスベガスフィフティィテワンズでプレー。A 級ニューハンプシャーでは65試合に出場し、打率214.1本塁打、14打点、3盗塁の成績を残した。 2010年も AA 級ニューハンプシャーとトリプル A 級ラスベガスでプレー。AA 級ニューハンプシャーでは99試合に出場し、打率。231.33打点、4盗塁の成績を残した。2011年は A 級ダニーデン、AA 級ニューハンプシャー、トリプル A 級ラスベガスでプレー。AA 級ニューハンプシャーでは70試合に出場し、打率。 252.1本類が19打点7盗塁の成績を残した。2012年は A 級ニューハンプシャーと AA 級ラスベガスでプレイ。AA 級ラスベガスでは95試合に出場し3本類打31打点12盗塁打率240の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。 ボストン・レッドソックス時代2012年12月7日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。2013年は3カのトリプル A 級ポータケット・レッドソックスで開幕を迎え6月29日にレッドソックスとメジャー契約を結んだ。同日のブルージェイズ戦でメジャーデビュー。ショー,ゾール一種のウィル・ミドル・ブルックスがマイナー合格したこともあり、この日は9番。 三塁手で先発起用されたが、三打数無安打に終わった。その後は、ダイソーや守備要員として起用されていたが、7月6日に、トリプル A 級ポータケットへ降格。7月8日に40人枠から外れ、トリプル A 級ポータケットへ降格した。この年は5試合の出場にとどまり、打率、000だった。オフの11月5日に、FA となった。 2013年11月11日に、古巣のブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2014年3月31日に、声優劇種のホセレースが、故障者リスト入りしたため、代役としてブルージェイズとメジャー契約を結んだ。レースの復帰後は、代打や、守備要員として出場していたが、打率は、176と結果を残せず、5月1日に、 マイナーで結果を残していたスティーブ・トーレソンと入れ替わる形でトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ降格した。5月11日に二塁種のクリス・ゲッツが不調で戦力外になったこともあり、5月12日にメジャーへ最昇格。同日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で9番、遊撃で先発起用されたが4打数無安打に三振と、 アピールできず、5月13日に AA、AAQ バッファローへ、再び降格した。その後、6月25日に、戦力外となり、6月28日に AA、AAQ バッファローへ3度降格した。2015年は AA、AAQ バッファローで開幕を迎え、4月28日に、レースの故障者リスト入りにより、メジャー昇格した。5月5日に、 トリプル A 級バッファローへ降格し、15日に40人枠外となった。その後、9月30日にメジャーに復帰した。最終的には7試合でプレーしただけで打率、154.2打点という打撃成績だった。守備では遊撃手を6試合、左翼手を2試合で守り、無失策だった。オフの11月4日に FA となった。 2015年12月31日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2016年は参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし、101試合に出場して1本塁打25打点、4盗塁、打率、207の成績を残した。オフの11月7日に、 FA となった。2017年1月31日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは A 級ニューハンプシャーとトリプ AA 級バッファローでプレー。2017年7月5日に金銭トレードでヤンキースへ移籍し、トリプ AA 級スクラントンウィルクスバリへ配属された。シーズン後 FA となった。ありがとうございます。